はい、おはようございます。10時20分ですね。今日も東京八重洲で打ち合わせがあるんで、昼からなんですけど、もう早めに来ました。結構ね、食べるところもあるんでね、ファミレスもあるし、牛丼屋もあるし、まあ、12時に約束なんですけど、結構早めに来る人なんで、癖があるんでね、みんなね。私はいつもギリギリかちょい遅れぐらいで行くんだけど、もう年配の方はね、もう30分 1時間ぐらいもう早めに来ちゃうんですよね。その方が落ち着くんでしょうね。まあだから、それに合わせて私もまだ1時間半以上あるんですけど、早めに来て、あ、桜見ようって思ってね、来ましたね。綺麗ですね、やっぱり桜はいい。で、打ち合わせ、今日はもうこのお昼の打ち合わせ1件で、終わりなんですよね。これ桜ずっと向こうまで続いてますね。お昼過ぎに打ち合わせ終わったら、もうこのまんまコンビニでビールでも買って、弁当買って花見だな、これ一人で。皆さん、1時ぐらい、もっと早いかもしれない、花見で行きましょう。日曜日は交通規制があるんですか？はい、日曜日は交通規制があるの？日曜日は…これ…あ、違います、また別の…あ、別？あ、はあ、なんか車が止まって花見天国になるのかなと思ったら、なんか警戒デモかなんかあるんですね、どうもね。いやー、綺麗だな。待てよ、これスーツカンパニー、そういや、こっちに行ったら蕎麦屋があって、蕎麦でも食べていくか。ここにね、確か八重洲2軒蕎麦屋が並んでて、1軒がうまいんですよ、1軒は普通。よく知ってるやろ。もういろいろやったからね。よいしょ。はい、おはようございます。今日はね、打ち合わせは1件だけ、お昼頃、子供のその人にね、まあ仕事先の人なんだけど、僕は割と仕事もプライベートもあんまり境を作んないタイプなんで、その人にね、子供のジャンパーばかり着てたらボロボロになったから、春物の薄手のやつ1個くれないかって言って、やっぱりデモだな、これ。今日デモがあるんだね。警視庁のトラックが来てるわ。仕事先の人に、もう着なくなった薄手のジャンパーあるでしょうって、譲ってくださいってさっきメール送ったんだけど。来るから。まあ、家にあるんだけどね、いくらでも。ついついこう子供のこのやつをポッて入れてきちゃうんでね、もうこの襟がね、伸びてボロボロになってるんですよね。なんだよこれ。なんだなんだ。あー、なんだこれ。待てよ、おい、いや、参ったなこれ。ちょい飲みセット980円、寿司4貫、ネギトロ棒巻き、お好きなドリンク1杯。バカ野郎、好きなものばっかり揃えやがって。違うか。ほら、まだ開いてないけど、11時から。もう腹減ってきたなこれ。ああ、胃袋がヒクヒクして始めて。あれはいいな。まあ、花見でもな、やっぱりコンビニで発泡酒でも買って、なんか弁当買って桜の下に腰掛けて、ちょっと1時間ぐらいだらっと飲みたいですよね。あった、ここだ、蕎麦屋。
ここに日本橋、これは高いよもだ。これはどうだったかな、ここだったかな、いやここじゃない、こっちじゃない、確か俺のお気に入りの蕎麦屋はこっちだ。うん、あ、これこれ、こっちがうまいんだよね。定休日日曜祝日ガビョーン、はい、終わりました。もうなんだよ、うまそうなやつばっかり見せられて、あ、ダメだ、口の中よだれだらけ、腹減った。もうほら家にいたら冷蔵庫に大概なんかあるから、ほらスーパーのね半額とか結構買い込んであるから、もう家にいたら大体もうこたつと冷蔵庫の間の 2,3 歩往復するだけなんだけど、東京にいたら食い物に苦労するんだよね、麺どころ、ラーメンつけ麺だって。俺あんまりつけ麺食べないからな、本当に。え、どうしても800円ぐらいするんだよね。まあでも外国人が好きだからね、東京でラーメン屋目立つところに出したら入るよね。日本人も入るし外国人も入るし、もう800円900円1000円当たり前だからね。俺ダメだわ、もうあんまり東京のラーメンって好きじゃないし、そもそも昔の食堂の中華そば450円みたいなのがいいんだけど、ないのよこれが。あ、ダメだ、もう食い物の話ばっかりして腹減っていた。なんかね、これは居酒屋なんだけど、佐賀県なんとか村、なんとか赤鳥このほら子供の服がね、この襟がね、襟が伸び伸びになっちゃって、これほら、はあ、まあよく着たからいいんだけどね。これとちょっと厚手の赤いやつね、あればっか着てるから、こいつは薄いからヨレヨレになっちゃって、もう。まあでも今日打ち合わせが相手の指定でカフェだからカフェだからね、みんな洒落たところで、まあ、今日打ち合わせする人はちょっと洒落てんね、うん、あ、こっちにも桜がある、こっちにも桜がある、いいな、東京駅の周り桜が多いな。これはまだに、この桜は10年から15年ぐらいの桜でしょうかね、30年40年経つと見頃ですよね。まあでも60年ぐらい桜見れるから、本当に昔の人が、我々の先輩がね、あ、小平知ったないな、昔我々の先輩が桜植えてくれたからこうやって見れるんでね、もうやっぱり後輩は頑張らないとね、我々もね、桜見るたびに思うんだけど、僕らがほら、ああ綺麗だなって30年経った40年経った桜を見てる
でそれは30年40年前の人たちが植えてくれたんで、綺麗な日本を残してくれたわけよね。その努力に対して我々は感謝しなきゃいけないとね、私はいつも言ってるわけでね。で私たちの今生きている私たちは、原発のない社会、そして人間のね、人類の恒久平和、究極の目標である世界平和、そして差別や虐待などがない、難民などが出ない、そういう平和な国を、社会を、地球を作らなきゃいけないと、地球をシェアしてね、やっていきましょうということで、この本当に桜並木で分かるようにね、我々のこの先輩たちが作ってくれた綺麗な日本をね残す、そして我々が今度30年後40年後の後輩たちに、あ、いい日本を残してくれたなと、一時は公害とか原発とかで苦労したんだろうけど、新しいエネルギーで食料もエネルギーも自給自足する自立型の食料エネルギー自立型の国を、日本を残してくれた、そしてその日本の食料エネルギー自給自足する国として、国家として自立する、そういう国を、国の在り方を世界に広めて日本人は尊敬される民族になった、そういう国を目指して我々の仕事として、この30年後40年後の未来の後輩たちに綺麗な国を残したいなということを、こう桜の木を見ながら誓うわけですよね。桜好きなのはそういう、こう物語につながるから綺麗だし、物悲しいしね、物悲しいところもあるんだけどね、まあ本当にいい、あんまり朝からいいこと言いすぎたな。ということで、打ち合わせ、どうせ打ち合わせはカフェでお茶頼まなきゃいけないからセットものでも頼むかな。まあおかげさまでね、ちょっと寄付金もいただいて、ホテル代も食事代も、賄って、頑張ってやってます。ありがとうございます。じゃあ、仕事の打ち合わせにね、行ってきます。ね、桜綺麗よ、本当に綺麗な日本を残さないとね、我々がね、食料エネルギー自立型国家ね、いいね。